トリリオンゲーム第7話視聴率 4.9% トリリオン TV 開局。黒龍、国村純が、春、目黒蓮らを本気で潰しにかかる。人気グループ、スノーマンの目黒蓮さん主演で俳優の佐野優斗さんも出演するドラマ、トリリオンゲーム TBS 系、金曜午後10時の第7話が8月25日に放送され、平均視聴率、関東地区、ビデオリサーチ調べ、以下同は世帯 4.9% 個人 2.8% だった。ドラマは、漫画誌、ビッグコミックスペリオール、小学館、で連載中の稲垣理一郎さんが原案、池上良一さんが作画を手掛ける同名漫画が原作、世界一のわがまま男、野春子と天王寺王、目黒さん、と、真面目で不器用なエンジニア、野学こと平学、佐野優斗さんの正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がる。第7話では、開発したソーシャルゲームの大ヒットで得た金をつぎ込み、天気予報専門チャンネルと番組制作会社を買収した春ら。ついにネットテレビ、トリリオンテレビが開局する。ゴップロのタレントを起用した宣伝効果で、大口のスポンサーがつくトリリオンゲーム社を、黒龍、国村純さんが本気で潰しにかかる。米国大手配信サービス会社を買収し、桐姫、今田美代さんが CEO となり、地上波テレビの看板番組の放送権を買い漁り始める。その頃、春とガクは、ある制作会社の報道プロデューサー、くぬぎ、津田健次郎さんと地上波テレビ局の人気アナウンサーあかり、桃田かな子さんに接触していて、と展開した。